法的に、世界最初の本位金貨イギリス1817年名の、ソブリン金貨日本の最初の本位金貨91円金貨、明治4年名アメリカのイーグル金貨1894年名、ニューオーリンズ、スイスの本位金貨20フラン金貨1897年名本位金貨とは、金本位制が施行されている貨幣制度下において、本位貨幣として鋳造され発行。 流通した金貨のことである。法務貨幣であるため法令により定められた金貨幣に相当するだけの金を含み表記額面と実質価値に差はなく無制限通用力を有している。また自由鋳造自由誘拐も認められている。日本では明治時代に進化条例において発行された旧金貨と貨幣法により発行された新金貨がある。 進化条例では、純金の1 5ム、貨幣法では、純金の0 7 5ムを1円とする、金平価が定められた。また、日本以外の国では、イギリスのソブリン金貨、フランスのナポレオン金貨、アメリカのイーグル金貨などが、特に有名である。イギリスの1ポンド金貨は113グレーンの純金、アメリカの1ドル金貨は23.22グレーンの、純金。 フランスの100フラン金貨は448.02二グレーンの純金を含む。1910年代中頃から第一次世界大戦勃発により、ヨーロッパ各国が金輸出禁止を実行し、アメリカ及び日本も1917年に金輸出を禁止あるいは許可制とした。大戦終了後は、各国が金解金に踏み切ったが長くは継続せず、その後は、 金本位制度が崩壊し、管理通貨制度に移行し、本位金貨も鋳造されなくなった。ありがとうございます。